華麗なる一族華麗なる一族華麗なる一族は2007年1月14日から3月18日まで毎週日曜日21時21時54分に TBS 系の日曜劇場枠で放送された日本のテレビドラマ主演は木村拓也山崎豊子の同名小説が原作木村拓也は連続ドラマでは2005年4月期のエンジン以来 単発ドラマを含めるならば、ヒーロースペシャル以来、同枠において2003年1月期のグッドラック以来の主演となる。このテレビドラマは TBS の開局55周年記念番組の一つとして位置づけられており、TBS のみならず JNN 各局も力を入れ、中でもローカル局がこのドラマの番宣 CM を制作し放映するケースも見られた。 JNN 各局で最終回の視聴率が開局以来の記録を塗り替え、純キー局の MBS では最高視聴率39.3%を獲得前年の NHK 紅白歌合戦を抜いたことで各スポーツ誌が取り上げた。なお、2007年2月18日放送の第6話万病院への崩壊をもって日曜劇場は放送2500回を達成した。 原作及びこれまでの映画、ドラマでは、阪神銀行頭取の万病大介が主役だったが、この作品では、大介の長男で万病財閥の主力企業である、阪神特殊成功の専務を務める鉄平が、主役に変更されている。ドラマの時代設定は1960年代の神戸。物語は万病財閥が、神戸の岡崎財閥、阪神銀行は、 岡崎財閥の中核企業である旧神戸銀行、そして1965年に神戸銀行の融資系列であった採用特殊成功で発生した採用特殊成功倒産事件をモデルにしたものと言われている。劇中の阪神銀行は実在の阪神銀行とは関係ない。また、原作では鉄平が勤務する会社名は阪神特殊校となっているが、本ドラマでは 阪神特殊成功と変更されている。これも実在の阪神特殊功とは関係がない。万病鉄平が使用しているトヨタクラウン初回最終回は30分拡大初回の関東地区での瞬間最高視聴率は鉄平がさないに愛してるといった21時27分の30.5%。関西地区は 鉄平とふさこが再開した21時22分の34.7%である。さらに、名古屋地区では開始後1分経つと、すでに視聴率は25.6%を記録し、21時15分には30.8%を記録。最終回では、関東35.5%、関西44.9%の瞬間最高視聴率を記録した。 最終回放送の翌日、関西では、チチンプイプイによる、6分でわかる、最終回なる特集も行われ、鉄平が雪山に入ってからは、文字通りアルプスのごとく、視聴率が常に40%を超えていた、グラフなども紹介された。関西地区では2006年の NHK 紅白歌合戦の視聴率すら上回っており、司会の隅純一は、 木村拓也の演技を高く評価するとともに、国民的なドラマとなった自分たちぐらいならば血液型の間違いなども多かったのですが、と、やや現代の考えでは分かりづらかったといったことを解説しているとともに、やっぱり人生は生んだ。と評していた。なお、ザテレビジョンによる第52回の主演男優賞に木村拓哉、助演団優賞に北王金也、 助演女優賞に鈴木京香がノミネートされるなど、キャストも高く評価されている。ドラマ化にあたっては、主人公が原作の阪神銀行東踊万病大介から、その長男で阪神特殊成功専務、鉄平に変更されたこともあり多くの設定などが原作と異なっている。自動車小道具市町村銀行取引用語、ありがとうございます。